今回はカニクリームコロッケか、カニ缶じゃなくてタラバガニか。無駄遣いする旦那よ、嫁さんからのメッセージよ。私の毎日の倹約は何なんだ。お嫁さん、貧乏神に疲れてご愁傷様です。さあ、気を取り直していこう。そうね、買ってしまった以上、あとは美味しく作るしかないわ。結構、具材が多いな。正直言って、朝にちゃちゃっとできる料理ではないわね。不安だな。今日はさすがにレシピをプリントして分量を守ってやってるけど、それでも、どうかしら。分量を守ってるなら大丈夫じゃないか。一通り炒めたら牛乳を入れて、さらに煮詰めるわ。そして、油を引いたバットに広げて冷蔵庫に入れて約1時間冷やす。え？朝なのにそんな時間あるのか？ないわね。どうするんだ、具が温かいままだと揚げた時に爆発するぞ。会社の人や嫁の反対を無視して始めたカニクリームコロッケ製作。挑戦失敗か。いやいやいや、3000円の具材爆発とかダメだろ。お嫁さんも爆発。おい、カニクリームどこ行った？まずはじめにコメントにあったチーズとはんぺんよ。おいおいおい、お前もなかったことにしようとするな。軽く熱を通して出来上がりよ。いやいやいや、カニクリームどうなった？大丈夫、10分冷やしたから再開よ。10分、経った、大丈夫なのか？おっさんが言ってたわ。男にはやらないといけない時がある。それが今だ。いや今じゃない、昨日手順を確認しとけばよかった話だろ。右奥に見えるのが今日の温野菜、赤ピーマンよ。そこの解説はいらないぞ。あれか、お前もうまくいかないと思ってるのか？いいじゃない、高級食材が爆発、爆笑コメント殺到よ。なんだそのバッドエンドは。とりあえず、俵状に丸めた具を小麦粉、溶き卵、また小麦粉、溶き卵につけて、最後にパン粉をつける。油温度170度、正常です。コロッケパン粉異常なし、どうかー。爆発しないな。しないわね。これは、成功じゃないか。私は信じてたわ。おっさんはやればできる子。あまりに華麗な手のひら返し。あんただって信じてなかったじゃない。言葉もない。大丈夫よ。誰もおっさんを信じてなかったから。そうか、ならいいな。いいのか。左下から、チーズはんぺん。ブロッコリー。温野菜のカラーピーマン、下にバジルを絡めたペンネ、サラダ菜、カニクリームコロッケ、ナポリタン、ご飯の横はお嫁さん自作の鶏ハム。味は、カニクリームコロッケの感想は、お嫁さん、娘さんともに、大丈夫だった、とのこと。それ味の感想じゃないよな、飲食可能だったかの感想だよな。今日は助言コメントにあった、和食や中華といった、統一性を持たせていくわ。ほうれん草のおひたしを作ってるみたいだから、今回は和食でまとめる気かしら。そういえば、フライパンの妖精がいないわ。遅刻かしら。あら、ひょっとして新しいゲストさん。うわ、ちょっと、やめなさい。すまない、遅れた。怒っているのか？別に怒ってないわよ。だって体が緑だからてっきり。怒ると体が緑になるってどういう未確認生物よ。とにかく料理の話しなさい。わかった。今回もじゃがりこ使うみたいだな。実は今回でじゃがりこ最後みたいよ。そうなのか。娘さんから、お湯入れなくていいから、そのまま食べたい、という要望があったの。正常かつ常識的な意見だな。あいついるわ。落ち着け。それよりこの弁当なんだ。緑化推進委員会の人も許してくれない外観だ。緑化推進委員会って別にいろんなものを緑にする悪の組織じゃないわよ。今回はお弁当に統一性を持たせるため一つのテーマに沿って作るって。なるほど。それで今回のテーマは緑か。って納得できる要素ないぞ、この弁当。とりあえずおかずの紹介するわね。左下から、ほうれん草のおひたし。
クランブルエッグ、うずらの卵、ブロッコリー、レタスの下にじゃがりこ、枝豆、アスパラ、ご飯の上にチーズと青のり。そしてハイチュウだな。もちろん、娘さんの感想はなしよ。当然だな。今日はオムライスを作っていくわ。これは前回も成功したから安心したいが、今度は黄色一色とかないよな。それはお嫁さんから厳重注意があったからないと思うわ。別名、鉄拳制裁。そうか、それなら安心だな。鉄拳制裁ってパンチのことか。お嫁さんは鬼嫁ではないわよ。というと、悲しそうな顔をしておっさんを困らせるわ。女の武器か、大人だなお嫁さん。普通にパンチすることもあるけどね。喋ってる間に卵の制作してるな。カットされてるけど、今回はフライ返しを使ってるから皆さん安心してね。安定と信頼の、信頼のなさだな。次はベーコンのアスパラ巻きとチーズ巻きね。前回のコメントにあったように竹串から爪楊枝に変更してるわね。一本竹串が見えるが。ちなみに、この後チーズがデロデロに溶けたみたいよ。弁当箱も気になるが、まずおかずの紹介頼む。上から、オムライス、右下に移ってエビフライ、かぼちゃ、ベーコンのチーズ巻きとアスパラ巻き、冷凍のミニハンバーグとパプリカとペンネ。そしてこのお弁当は、群馬は高崎駅に売っているキティダルマ駅弁の容器よ。で群馬の名産品は、今週の地方推しは群馬じゃないのか、この駅弁買ったってことは、群馬に行ったんだろ。わかった、これは予告だな。明日ぐらいに群馬の名産。今回は、きんぴら、よ。意外にコメントが多かったな。ごぼうの歯ごたえや精がつくことが坂田金時、金太郎、の強さに通じることから、金太郎の息子、きんぴらの名前が料理についたらしいわ。ウィキペディアオス。ちなみに今回のきんぴらの具材はレンコン、人参、ごぼうね。レンコンは義理のお母さん推奨の冷凍商品よ。一体どこまで相談に行ってるんだ。お母さん曰く、中国産の水煮なんかより美味しいとのこと。料理のベテランだけに説得力あるな。この冷凍も中国産だけどね。続いてはちくわきゅうりよ。手軽な上に緑の彩りに使えていいな。ってこれ、きゅうりが太すぎないか、入るのか。避けてるわね。ちくわの穴の大きさぐらい測っておけよ。おっさんの才能と同じで、ちくわの穴の伸びる可能性もわずかなのにね。おいおい、今日は辛辣だな。事実だけど、あ、失敗した部分切り離したぞ。右下からおかずの説明するわね。きんぴら、ちくわきゅうり、厚焼き卵ねぎ入り、卵の上に、名古屋名物味噌手羽。いやいやいや。イカ天、冷凍。ほうれん草と枝豆。そして上の段、寿司太郎で作ったお稲荷。左に名古屋名物ウイロウ。待て待て待て、今日の地方推しは群馬じゃないのか。群馬推しはね、何あんた、洗濯物がよく乾く県からワイロでももらってるの。別に愛知に不満があるわけじゃないが。あ、安心して、おっさんが群馬に行って名産品を買い忘れたとか、お弁当箱だけ手に入れて満足してたとか、油断。今日作るのはロールパンサンドイッチ。サンドイッチじゃないのか。不細工なサンドイッチは前に作ったから、料理風景自体も前回とあまり変わらないしね。今回はちょっと変更を加えてロールパンを使ってるわ。そしてこのロールパンは軽くトースターで熱を加えて次の作業へ。ソーセージへの切り込みが多いな。ロールパンサンドは具材が結構見えるからね。なるほど、見かけにもこだわらないといけないのか。最後にゆで卵を作るわ。卵じゃないものが入ってるがあれなんだ。あれこそは、お嫁さんに渡されたゆで卵を茹で具合を失敗しない最終兵器。赤から黒に変わった度合いで茹で具合がわかるのよ。お嫁さんナイス。未来を予測したような先回りだな。お嫁さんもおっさんに過去、おかしなゆで卵を食べさせられたんでしょうね。そのまんまだが、具の説明頼む。オッケー。右下からソーセージ、シーチキン、上は、ハムチーズそして卵とキュウリね。どうしたの？
これ、弁当箱に入るのか。心配ご無用。ラップと紙でこうやって包んだから。おお、なかなか可愛いんじゃないか。裏をガムテープで留めてる以外はね。豆知識、サンドイッチはサンドイッチ伯爵が発明したわけではない。またお野菜か。今回はコメントにいただいたピーマンと桜エビの麺つゆ炒めよ。桜エビがなかったからピーマンのみでいくわ。パプリカだけどな。英語じゃ両方ともスイートペッパーで呼ぶから同じと思っていいわ。なかなか強引だな。しかし、土曜日の弁当ってことは嫁さん用か。娘さん希望だから、娘さんのお弁当よ。よかったな。ついに嫌がられない日が来たか。ここで私が独自調査の報告をするわ。なんだ急に。娘さんは土曜日にお昼ご飯代をもらっているそうよ。うん。また、土曜日にゲオで銀玉の本を買っているところを目撃したわ。じゃあ、この弁当は。お弁当でお昼ご飯代を浮かせて、お小遣いを作るために利用されているってことね。おっさん傷ついただろうな。そして、おっさんからの感想よ。俺もそれやってた。因果応報とはこのことだな。ちょっと無駄話が多くて料理の紹介ができなかったから、おかず紹介のところでお話しさせていただくわ。今回もコメントで初めて知ったものばかりだからな。右下からパプリカの麺つゆ炒め、ソーセージのケチャップ炒め。ケチャップとソーセージは鉄板の組み合わせだな。かぼちゃのマヨネーズ和えと冷凍ほうれん草。お嫁さん作のミニハンバーグ。そして上の段一番左上は、コメントにある梅干しと砂糖を混ぜて作ったおにぎりだな。娘さんはかぼちゃが美味しかったみたいよ。クリーミーなものを好きなあたりやはり女子だな。梅干しも大好きだけどね。こんにちは。前回の動画においては毎週のものなのに、200を超えるマイリス、800を超えるコメントありがとうございます。すごいことなのか、回を重ねるごとにマイリスは激減していくからね。そうなのか。じゃあ、ご質問に答えていくわ。勇者はいられで書いたのかな？ご名答だぜ。キャラクター、ロゴ、フレームほとんどアドビのイラストレーターで作ってるぜ。次はタケノコの里ですね。にっこり、タケノコいつも誰かが食べてて絶滅してるぜ。おっさん、サムネの弁当は言ってなくない。おお、そこに気づくとは天才だぜ。実はこの前回のサムネに使われたお弁当は、先週お嫁さんが急ごしらえで作った弁当なんだぜ。そろそろ時間だぜ霊夢。そうね、皆さん、ご視聴、コメント、マイリス、タグ、商品、宣伝、本当にありがとうございます。ありがとうなんだぜ。そしてまたな。